1月22日水曜日にリリースされる、4枚目のアルバムネオプロパガンダが発売されるんですけど、去年ですね、僕が AC 部さんという AC 部っていうね、映像クリエイターの2人組の方がいるんですけど、その20周年ライブエジスポっていうのがあってね、それがあの六本木 EX シアターっていうむちゃくちゃでかいところで、そこであの僕とグループ E の今井さんで MC させていただいたのよ。でその時のゲストに上坂すみれさんがいらっしゃって、でまあもちろん生で 見ましたけども本当に美しいのよ。で歌も歌えて、声優でも一流、歌でも一流、完璧人間でいるんだと思って。だって綺麗すぎてね、ちょっとなんかもうね、周りの空間からちょっと浮き出てる感じよ。かわいいって言っていいのか、美しかったね。でもおしゃべりもめちゃくちゃキレキレ、うん、うわ俺すごいわっと思って、まあ、ウィキペディアって便利じゃない。まあ調べてったら、あもう頭もいいの、むちゃくちゃ有名な大学ですよね。パーフェクト人間でございます。でまあそんな上坂さんとのまあつながりといいますか、僕はまあそういう仕事をしたことがあると。さらにですよ、この番組のディレクター桜井 D がですね、過去に上坂さんの番組を担当したことがあるからと、なんとそのご縁で上坂さんからこのごめまにコメントをいただいてるそうなので、この後ね聞けるということで。でも俺これね怪しいんだよな、桜井 D が上坂さんとやってるわけないんだよ。これ俺はねオチ分かりますよ。桜井さんが声ヘリウムガスかなんか吸って上坂すみれさん役でなんかやってるでしょ絶対。俺絶対そんなオチだと思うよきっと。さあさあさあ、そんなことでございまして、まあ一応ね、期待半分で、さあさらに上坂さんのニューアルバムに、そうごめまんにもゲストで来ていただき、私のご友人の、今井さんが所属するグループイノーがですね楽曲提供されているということで、なんと今井さんからもメッセージをいただいているそうです。すごいね。いやラッキーですね、ラッキーでしかない。さあそれではですね、この上坂さんが、まあ、皆さん知ってると思いますが、どんな方なのかニューアルバム情報をお届けいたします。どんな方かとニューアルバム情報2つお届けします。上坂さんはですね9歳の時に英検の帰りにスカウトされ、初めての仕事すごいよ、シャンプービダルサスーンの CM に日本人として初めて出演。15歳の時にソ連時代の国歌を偶然インターネットで見つけて聞いたところ、そのメロディーや語感になんてかっこいいんだろうと衝撃を受け、ロシアにハマる。大学ではロシア語を専攻して会話ができるほどに、だってロシア語ってむちゃくちゃ難しいって言われるじゃん。すごくない？19歳の時に小さい頃から抱いていた声優になりたい夢を実現するため、所属事務所のジュニアタレント部から声優課に移籍。2012年、パパの言うこと聞きなさいの高梨空役で本格的に声優デビューされました。アイドルマスター、艦隊コレクションなどの人気作品に出演され、その人気が爆発したのが2018年のポップテピピックの主題歌ポップチームエピックでした。そう、このポップテピピックのその一部コーナーボブネミニギっていうのを AC 部さんが作られてね、それのご縁だと思うんですよね。さて上坂さんの約1年半ぶりとなるニューアルバムネオプロパガンダが今週22日に発売されます。作家陣すごいですよ、大月健二さん、大月健二さんなど過去に、上坂さんの、楽曲を手掛けてきたおなじみメンバーに加え、リード曲を担当した島良平さんや、初参戦のグループイノーだのだの、それぞれのクリエイターたちの個性が炸裂した新曲10曲を含む、まさにネオ上坂すみれを打ち出すにふさわしいアルバムとなっております。でもね、今井さんもねつぶやいてた昨日、今 YouTube でほんとちょっとずつ視聴できるんだって、全10曲。
そのグループイノーがこう提供した曲はもう他の曲と浮きまくってて爆笑したっつうえ、俺もキーもうむちゃくちゃ楽しみだわ。その前によ上坂さんからコメントがごめまに届いてるそうなので、ヘリウムガス吸った桜井 D ではないことを祈りながら聞いてみましょう。どうぞ。ベイ FM モザイクナイトをお聞きの皆さん、 DJ の5名拓也さん、ドブリベチェール上坂すみれです。5名さん、その説は AC 部20周年記念公演エシスポ85にて大変お世話になりました、ありがとうございます。非常にあのカオスフルなイベントで、もうご来場の方もすごくこう濃密な、そしてトークもとても濃密な、あの 未公開映像みたいなやつもたくさん見られて、あの一 AC 部ファンとしてもとてもテンションが上がってしまったんですけど、まさかこうアマゾネスもね、あのちょっと参加させていただいたりとかしたんですけれども、あのそんな中すごい楽しくこう司会を回していただいて本当にありがとうございます本当になんか今思い出してもあの空間は何であったのかっていうのがですね、あの悪空間から抜け出せていないような感じがするんですけど、とにかく楽しかったです。そんな真摯な5名さんのモザイクナイトでは、今朝の日の出という5名さんの日の出時刻をみんなで予想するという素敵な企画をやられている、素敵なんですね。ということで私も僭越ながら予想してみたいと思います。日の出、結構早いんですね。こうお日様が昇られる前よりも先に出られるということで、そうですね。5名さんの本日の日の出時刻はズバリ、4時00分だと思います。やはりあのこう体内時計にのっとってリズムを刻んでいただきたいと思いますので、4時ぴったりにぜひあの迎えられるといいなと思います。ぜひ素敵な日の出をお迎えくださいませ。さて私上坂すみれはですね、今週1月22日水曜日にニューアルバムネオプロパガンダをリリースいたします。今回のアルバムはですね、約1年半ぶりぐらいのフルアルバムになっておりまして、新曲が10曲入っている大ボリュームな感じの、作品になりました。あのネオプロパガンダというですね、非常にいかついタイトルなんですけれども、非常にライブで盛り上がるようなこうテンポの速い曲もあったり、ユーロビートが入っていたり、80年代っぽいのがあったり、 LA メタルが入っていたり、何ですか、バリエーションに富んだ感じのアルバムになっておりますね。そしてあのエシスポでご一緒いたしましたグループ伊能さんにも、あのこのご縁がきっかけでずっとねファンだったんですけれども、書いていただきまして、メッセージという曲を書いていただきました。聞いているとすごくですね、 AC 部さんの絵が思い浮かぶようなシュールレアリスムかつあの浮遊感のあるような素敵なポエトリーな感じに作っていただきました。ぜひ聴いてほしいです。ツアーの方も始まります。1月25日からチケットが一般発売を開始いたしまして、ですね、埼玉県と愛知県、大阪、そして東京の方を回ります。ぜひぜひ遊びに来てください。というわけで、牛蜜時は時々晩酌している上坂すみれでした。本物じゃねえかよ。お忙しい中、上坂さん本当にありがとうございました。まず、言いたいことは2つ、上坂さんへの感謝、そして桜井 D、 何言わせてんだよ、日の出なんて言わすんじゃないよ。そしてその日の出時刻なんてもうそのコーナーは終わったんだから、あ終わってましたかじゃないんだよ、ぶり返すんじゃないよ。1年前に終わってるんだよあのコーナーは。4時ジャストじゃないんですよ上坂さんも。まあ出しますけど、出す努力はするけど言ってくれるんだね、ありがとうございます。さあそしてね、上坂すみれさんもおっしゃっていましたが、今回のアルバムにはグループイノーがおよそ4年ぶりに制作を手掛けた楽曲
メッセージが収録されております。そのグループ伊能の今井さんからもコメント届いているそうなので聞いてみましょう。どうぞ。ベイ FM モザイクナイトお聞きの皆さん、ごめんさん、こんばんは。グループ伊能の今井です。今ですね、朝方の4時、外の公園に出てきて、これを録音してます。なんでですね、不審者だと思われて途中で捕まってしまったら、そこで終わりますんで、そこだけご了承ください。僕らグループ伊能はですね、上坂すみれさんのニューアルバムネオプロパガンダで、メッセージというね曲を作りました。グループ伊能としてもですね、多分4年ぶりぐらいですかねの曲を制作したんですけども、まあ5名さんも一緒に司会してくれた AC 部のエシスポ85というイベントがありまして、それで上坂さんと話したりしまして、それすごい、まあ、面白い方だなと思ってなんか、オファーいただきまして、この人だったら今まで作ったことなかったんですけど、人に曲っていうのは、できそうだなということに二人で話してなりまして、できました。曲はですね、まあ、歌詞がすごいですね。僕は初めて届いて歌詞を聞いた時に結構ひっくり返りましたね。しかもそれをまた歌える上坂さんもね、素晴らしいなと思いましたね。本当にスタジオでは多分2テイクぐらいしか撮らないでもうすぐ OK だったんで、さすが声優さんだなと思いましたね。なんかセリフっぽいとことかもあるんですけど、もう最初から結構完璧だったんで、すごいいい曲、いい曲というか面白い曲というかなったと思います。ぜひ聴いてみてください。ごめんさん、またご飯でも行きましょう。あとあれですね、日の出の時刻ですね。これ予想っつって何を元に予想したらいいんですか、これ。4時半にします。今だいたいそれぐらいなんで。ではまた、今井でした。今井さん、ごもっとも。何を元に予想していいのか全くわからないからね。ヒントも何も出してないから。今井さん4時半ということで、もう、言わせないで今井さんに日の出とかさ、お願いしますよ。まあでもね、今井さん本当、深夜の公演で捕まらなくてよかったなと思ってます。ぜひご飯行きましょう。さあ、これは楽しみだな。その前にちょっと一通メール読んでいいですか？ラジオネーム、お兄ちゃんポケモン図鑑梅田ってよさん、パーソナリティのグランジ5名さん、こんばんは。今夜はなんとグループ伊能さんが作曲した上坂すみれさんの楽曲が5名マンで宇宙初オンエアということでメッセージ送っちゃいました。そう、これ確認したらフルで流れるのこの番組初なんだって、このメッセージが。さあ、僕は部屋にポスターを貼ってしまうくらい上坂すみれさんが好きなんですが、それと同じくらい大好きなグループ伊能さんの楽曲で聴けるなんてなんてことでしょう。誰も想像しえなかった未来に突入してしまって、発表された時大興奮して鼻血が出てしまいました。とにかく今日という日を楽しみにしておりました。もちろん全裸で待機しております。そんな指示誰も出してないんですけどね。すごいね、二組大好きな人がいるんだ。エディさん、伊藤文雄さん、ありがとうございます。それではですね、今週1月22日水曜リリースの上坂すみれさんニューアルバムネオプロパガンダより、グループ伊能が作詞作曲編曲したナンバーを聴きください。ラジオ初オンエアです。楽しみ。上坂すみれ、メッセージ。